助動詞十六助動詞のマストキャノットメイプラスハブ過去分詞いわゆる助動詞プラス完了形のパターンこれの練習会ですで練習問題解く前におさらいティーケーズポーイントはい助動詞プラス完了形過去についての今の気持ちですえー、ですからマストが絶対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 って気持ちキャノットがありえないはずがないありえないはずがないありえないはずがないっていう気持ちメイがなんとなく という気持ちでしたこれらの後ろに完了形を置くと「した」に違いない「した」はずがない「した」かもしれないということ。ね気持ちは今の気持ちなんだけれども内容が過去について向けているということでした。それでは早速練習スタートです。それでは練習問題はこちらズドン 次の日本文に合う英文になるように空欄に適する「語句を書きなさい2つ用意しました「彼がそんなことを言ったはずがない」「ジャックは昨日宿題をしたに違いない」こちらの2つまず上「彼がそんなことを言ったはずがない」ははいいましたた言ったとはずがないで考えるとこっちは「気持ちねってはずがないわって。ね Can't で表しますそして言ったは過去のことだよね過去についてですですから Can't said とか言えたらいいんだけど Can't の後ろには said、ね、置けないからどうやって過去を表すの完了形で表しますはいですから答えは Can't n o have said はいこうなります はいここで気持ち、ね、気持ちそしてねセッドだけは置けないからこれで過去についてとこういうことねはいじゃあ2番も同じジャックは昨日宿題をしたに違いないそうするとに違いないっていう気持ちは 「マスト」ですよね。で「宿題をした」は過去についてなんだけれどもじゃあここ「did」「マスト did」いや言えたらいいんだけど「マスト did」って言えないのじゃあどうするかマストの直後に過去形使えないからやっぱり完了形をごめん過去形の代わりに使わせていいよはい答えは「マスト」「a b d や n はいということねもう一回繰り返しになるけれどもマストが気持ちで過去の動作だからここに「did」使えればいいんだけどマストの後ろになディディなんか使えないよねだからしょうがない完了形で過去についてだよっていうのはい助動詞プラス完了形の仕組みもうバッチリつかめたはずです。 続いてこちら「ドセン」「ナンシー」「そして「病気」ということはあるのであとは「だったのかもしれない」を埋め込みます。はいすると「かもしれない」というのは、ね、気持ちとしてはで、ね、で表せばいいでしょうもちろん「マイト」でもいいんですけれどもね今回の説明では「メイ」だけで押すということでお約束しております。で、えー、病気だだだっっっったたたそっか ここ病気だったから過去についてですよね。で病気であるはわ病気だったは「わずいる」だから「めいわずいる」とか言えれば一番いいんだけどごめん「めい」の後ろに「わず」置けないからじゃあどうするかそうしょうがない「めいわずいる」の代わりに「わず」を「have been」と完了形で代わりに表すとはい答えはこちら。Nancy may have been. なります全体を訳すとはい確認、may、で,気持ちでここの「have been 本当は「was を使えれば一番いいんだけど使えないからこれで過去について表しているの。助動詞プラス完了形もう仕組みバッチリ身についたはずです。 あ、入試レベルにチャレンジです。ズドンかっこ内に当てはまる言葉を次の選択肢から選びなさい。彼が飛行機に乗り遅れたはずがない、えー、彼、えー、飛行機で選択肢とはいでまずですね、えー、ミスなんですけれども、失敗するのミスじゃなくてね。乗り遅れる。はい。今回のミスはですね。何々に乗り遅れるだと。これをまず確認します。 はいね、今回のミスは失敗するじゃなくて乗り遅れるだよということ。そうすると乗り遅れたはずがない乗り遅れたはずがないよし「はずがない」の部分はここ「気持ち」「ありえないはずがない」「ありえないはずがない」は「キャン n ット」ですよね。じゃあ乗り遅れたっていうのは今乗り遅れる違う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 過去についてですよね。 じゃあ先生「cannot」の後ろに「m i s てでも置ければまあそれができればいいんだけれども「cannot」は助動詞だから過去形を置けないの。ねじゃあしょうがない「cannot」の後ろに過去形の代わりに過去を表すために完了形を置いたはい正解は3番つまり「he cannot have missed は」はい このようになるわけですここのキャノットで気持ち、そしてミストって過去形が置ければいいんだけど置けないからこれでねハブミスで過去についてっていうことなの本当は助動詞の後ろに過去形を置ければいいんだけれどもそれができないから完了形君お願いっていうのが助動詞プラス完了形のからくり仕組みでしたもうバッチリ身についたはずです はいというわけで助動詞プラス完了形のお話だったんですけれども、ね、今回ね何度も繰り返しているように本当は助動詞の後ろに過去形の動詞を置ければいいんだけど助動詞の後ろは原形っってて決まってるでしょだから過去形の代わりに「ごめん完了形くん」っていうふうに無理やりに使ったということ。でこれからいろいろ不定詞とかねあの同名詞の場面でも「えー、そこ本当は過去形じゃんでも過去形無理だよ」。 じゃあ完了形お願いっていうことがね、何回か出てきます。ね、その初っ端が助動詞プラス完了形。実はこの完了形は過去を表しているんだよっていうことです。はい、助動詞の気持ち。完了形で過去。助動詞プラス完了形はここまでです。